はい、どうもー、はい、楽しみしご飯の時間ですよ。ということで出来上がりました。なんでしょうこれ、タケノコ、まあ、山菜やら何、山菜系、天才味付けスクランブルエッグ、ランチョンミート、トマト、イボの糸、そうめんでございます。あだす。さあ行きましょう行きましょう行きましょう。こちらでございます。ミスター健吾木島です。さあ行きますよ。はい、改めましていただきます。はい、乾杯乾杯乾杯です。作ってる方の動画も撮ってあります。どうするか決めてないです。先に出すか後に出すか、くっつけるか、まだ決めてないです。どうなるか、味付けなし、ここに初めて食べるけどいい味がついてるであろうということで味付けなしでございます。群馬で買ってきたやつです。群馬です。タケノコ大好き木島です。あんがいいがいい、うんうんうん、おいしい、最高だ最高だ。あ、いいねいいね、ラー油のね、ラー油のいい香、最高、やっぱいいな、好きよ。うん、赤いのはなんだ、クコの実か、多分そうです、トマト。うん、ランチョミント、うんうん、このラー油とこの野菜、野菜っていうかそのタケノコたちの味、ほらほらほらね、いいでしょいいでしょ、やっぱいいんだよいいんだよ。でランチョンミートも味濃いから、何も醤油もタレ系も何もやらんくていいだろうっていう予想で、よし、そうめんには何も味はつけておらんけれども正解でしょこの感じだと、よかったでしょこれで、これで良かったでしょ。こうです、こうなります。素晴らしいです。うん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 、やっぱりやっぱり正解。うんうん、あ、ちょうどいい、ちょうどいい。うん、タケノコ久しぶりに食べたら美味しいな。と昔昔ずっとその昔、うん？昔昔ずっとその昔。体のとても大きな男や黒い電話回したらいいや、懐かしいね、731、懐かしいね、懐かしい、かその話じゃないですよ、そのずっとその昔、食べ物が全然ない時にない時代に何をどうやったら食べれるかっていろんな実験して食べれることに気がついたというか、そういうたどり着いたのがタケノコなんでしょうねきっとね。このちっちゃいのが先なのか、あのでっかいタケノコが先なのか分からんけど、気づいたのがこっちが食べるんだったらあれも食べれるだろう、あっちが食べるんだったらこれも食べれるだろう、どっちが先か分からんけど、すごい、その繰り返しで
いろんな失敗やら成功の繰り返し積み重ねで、うん、今僕らは安心してね、これは食べれる、これは食べれない、これは旬だとか言ってさ、安心して食べれるわけだもん。ありがたいですよ。ほんと。タケノコ欲しいもんな。ランチョミートの味の濃さとさ、あ、顎が鳴りました。塩味塩っ気とさ、うん、あ、ここにいつものあのキャベツ玉ねぎ、あれ添えてもよかったかも。今日はやらなかったけど、そうめんだけじゃなくて、うん、それでもいいぐらいですよ。てかこれ味付け何もしなくていいっていうのはほんと楽でいいな。いくらぐらいだったかな、もうだいぶ前なんだよこれ買ってきたの、群馬みなかみ、あの生どら焼きも美味しかったな、あれ好きなんですよ生どら焼き。初めて食べた時はちょっとかなりびっくりした。で2回目食べたのが去年か、初めてもう何年前か分からんもんね。あ、すいません。7、8年前の話かもしれない。確かよ。年取ったな。時間が経つの早いね。ほんと早い。あっという間ですよ。ことが変わってさ、年だけじゃなくて環境も変わるし、年数字だけじゃなくてね、環境も変わるし体力も変わるし、いろんなことが変わるよ。変わらんこともあるけどね、変わらんことも。5年中1年でもだいぶ変わるんだから吸うとねポンってなる時あるから、これ気をつけてください。ああ香る、変わります。ほんとにあっという間に、いろんなことが変わります。みんな健康で、長生きしてほしいな。
長生きしてほしいし、自分も長生きせんとね、健康で。うまそう、大事。まあ、こんだけ、これ卵2個だから、卵食べて、そうめん炭水化物とってね、山菜とって飲んでたら間違いないでしょ、間違いない。まして今日のは群馬の山の恵みだからね、水上だよ、水上の。いや俺取れたのか水上か知らんけど、買ったのは確かそう、道の駅的なところで買ったんです、確か、確かよ、絶対じゃないよ。竹の、まあまあ山菜そうめんランチョンミート天才アイス漬けスクランブルエッグのやつ、あとまたね、今日もこれ何分、あーくっつけようかな、どうしようかな。今日もとっても美味しかったです。あ、作ってる方の動画別になるか、前につけるか後ろにつけるか分からんけど、そっちの方もぜひよろしくお願いします。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。願望ちゃんと